困難救助隊の YouTube です。困難救助のための見聞録、オートフォーカスなんでだんだん字が出てきますけど、今日は、2023年令和5年の10月25日、夕方4時過ぎです。今日本当に久しぶりにだと思うんですけど、ダブルヘッダー通過、1日に2本目です。もうですね、本当に今日いい1日で、過ごしやすいいい1日でした。もうね、日ももうすぐ日没っていうかね、この30分間が一気にね、こうもっと暗くなってくるでしょうね、この時期はね、10月25日頃はね。あれから、この前の人、あれですね、703回目をね、録画したのが、まだね、1日始まりだっていうね、もうね、ものすごいこうお日様の恵みっていうような時でしたけど、あれからこう、タクシードライバーの推理日誌の11ですね、これ1999年ですね。言った通り、途中まで見てて、その残りをね、見ました。案の定ですけど、ヒロインの伊藤蘭がね、44歳の頃ですね。で、渡瀬恒彦さんがね、継承めちゃくちゃです。伊藤蘭さんが44歳で、今ね、あれも見ましたけどね、その今日のね、娘さんのね、首里の 主演のね、ブギウギも見ましたけどね、今日ね、なかなかね、蒼井優のね、大和さんですか、先輩、非常にね、いい演技でね、すごいなって思いますけど、その中でもね、主役ですから、娘の首里ね、非常にこういい味出して頑張ってますけども、なかなかね、この結構大阪の笑いみたいなのが入っちゃってね、大阪放送局の番ですからね、こう半年ごとのね、制作がね、今回はね、ブギウギ、もう見ましたけど、そのお母さんの伊藤蘭、44歳の頃の、だからそうするとあれなんですかね、首里は何歳だったんですかね、調べてから喋ればよかったんですけどね、今から調べるとちょっとまた時間かかっちゃうんで、ちょっと省略ですけど、これもね、なんていうか、その旦那さんのね、これは佐伯茂ですね、これ、芸人ですよね、3人でやってたね、やってる芸人さんの、その人がちょっと、賢治さんからちょっと、その誤認逮捕で、こう、どっか地方に送られちゃったのを、これじゃもう出世の見込みがないから、うんぬんで、居酒屋のこう経営になったんですね。そしたら、こういろいろ失敗が続いてしまって、こう夫婦二人でね、その佐伯茂演じる人と、伊藤蘭がこうね、身ごもってたんですけど、こう入水自殺、入水心中を図ろうとして、伊藤蘭だけ助かっちゃうんですね、両親に助けられちゃうんですけど、それで、結局ね、ちょっと、夜明秀夫さんをね、勘違い、誤解だったんですけど、こう恨んでしまったっていう、その亡くなってしまった旦那の日記を見て、その復讐を誓ったんですけど、その復讐の相手が、その例の夜明秀夫が、なぜこの刑事からタクシードライバーになったのかっていう、っていうより、刑事を辞めざるを得なかったかっていうきっかけになった。それが、ちょっとね、やっぱりこの今この自転車乗ってるおじいさんになっちゃいましたけど、昔のね、1999年の頃のね、日野翔平もまたね、怖い役者ですね、これはね、役者としてはね、私生活はバカですけど、バカでしたけど、今は自転車乗ってるおじいさんになっちゃいましたから、だけどね、もっちもっちもちもちですね、峰っこですね、峰っこの
娘が首里ですね。まあ、分かる人は分かるし、分からない人はもう分かんないっていう、このね、まあ、そういうことになってしまいます。何事もそうです。パティシーシュじゃなくて、何でしたっけ、パティシエじゃなくて、パティシューシュじゃなくて、まあ、分かりません。でね、だからそのね、恨まれちゃって、最後にこの歩みだったんですね。歩みちゃん、林美穂さん演じるね、娘と、今回はあのショッピングじゃなくて、こうその事件現場から、あの危機一髪でしたから、娘がちょっとあの誘拐されて、こう、やんなかったってことでね、しかもあの毒じゃなくて睡眠薬でしたからね、まあ危機一髪です。まあ危機一髪でしたけど、まあ結局その2人してね、最後に歩くわけですよ、親子して。そして、歩み人ってどこかで知らずのうちに恨みを買っちゃうようなことってあるのかもしれないね、とか言ってね、そうやってこう渡さんがね、あ、渡さんじゃねえや、弟の渡瀬さんがね、言うわけですよ。で、まあね、またこう自分をね、こうものすごく困らせようとした犯人をね、こういたわってあげてね、まあ自首してくださいと、生きるんですよっていうね、まあ2人殺しちゃってますからね、あの裁判上どうなるか分かりませんけど、まあ、その中の1人のまさかっていう殺されちゃったのが、まあ、日野翔平演ずるその人のね、あの事件がきっかけで、夜明け秀夫はこう刑事からタクシードライバーになったっていうか、刑事を辞めなきゃいけなくなっちゃった羽目になっちゃったんですけど、その妹さんとね、こう誤解されちゃったっていうか、そのパパラッチがね、こうあることないことを書いちゃったわけですよ。それで結局ね、そのだから重大な回ですよね、これね。なぜ夜明け秀夫はこう刑事を辞めざるを得なくなったのかっていう、で、そのきっかけになったその愛人疑惑ですよね、誤解なんですけどね、そんな人じゃないですから、夜明けさんは。だけどその女の人、妹のね、その日野翔平演じるその真犯人の妹とも同じ人物に殺されちゃうんですよ。それが結局その検事のね、別の検事の佐伯茂、なんだっけ、鬼太郎と佐伯茂と、あ、だからあれだ、あれですよ、あの3人組って言ったら、あともう一人は ラジオでね、なんだっけ、大竹誠、その3人ですよね、あれね、なんつったかな、なんて言いましたっけ、その3人組、東京じゃねえの、となんかね、だから鬼太郎と佐伯茂と大竹誠じゃないですかね、その佐伯茂がこうね、検事からこうやめず、また夜明けさんとこう別に誤認逮捕ってことで、本当は志野翔平演じる男が真犯人だったんですけど、別の若い男性をね、こう誤認逮捕しちゃったから、やめざるを得なくなっちゃったってことから、その奥さんである伊藤蘭がちょっと夜明け秀夫さんたちをこう恨んじゃったんですね、その、なんていうかね、あとその兄弟をね、日野翔平とその、夜明け秀夫も刑事を辞めざるを得なくなった。まあなんかむちゃくちゃ説明はね、下手なまま1000回超えちゃいましたけどね、和田アキ子のね、いい加減に1000回じゃないですけど、なんだそれ、まあそういうことで、非常にね、まあこの前回言った通り10回がむちゃくちゃ名作なんですけど、まあ11回もね、まあ、まあ何しろね、私が一番こうアイドル歌手でね、おそらく人生で最初にこうあれアイドルって言ってね、思っちゃった人ですね、こうか思っちゃった人、アイドルって思っちゃった人は伊藤蘭だと思うんですよ、キャンディーズのね、あんまちまいじゃなかったですね、浅岡めぐみとかね、南沙織はあんまり全然ね、
好みじゃないんですよ。アマチュマリはまあまあなんですけど、でもやっぱ伊藤蘭ですね。ちょっと時代がね、もうちょっとね後になりますね。そんなこと言ったらね、朝岡めぐみにしろね、南沙織にしてもね、余計なお世話ですよね。余計なお世話ですよ、これ、うん。余計なお世話ですよ、本当に。ごめんなさい。ごめんなさい。まあ、見ることはないですけど。それでね、なんでこう、一日に2本も撮ろうと思ったのかっていうと、このね、石川達夫さんの流れゆく日々、これをその後読んでて、非常に重要なことを書いてあったんで、これはね、ちょっと今日、語っちゃおうと思ってね。なんでこれメガネ取るか分かります？分かる人は分かるけど、分かんない人は分かんないでしょ？これね、私、近視と乱視なんで、普段はこうメガネなんですけど、老眼だと、これだとボケちゃうんですよ。こうやってやんないと見えなくなっちゃうんで、それめんどくさいから、こう外すと、こういう感じでこう見えていくんですね。ピント合わせなんですね。でこれわけわかんないですけど、わけわかんないけど他の人はわけわかってるんですね、これね、科学的にね。眼科の人たちとかね、目の科学の人たちね。まあ、それで、石川達夫さんの、昭和50年、12月26日、金曜日晴れだったんですけどね、この日ね。この日の途中からの、話なんですけど、7冊目、7巻ですから、これ。で、私とうとう7巻の途中まで行ってますけど、で、昭和50年の12月26日の途中からですけど、これ非常に大事です。非常に大事ですから、これ。これのために2本目今日取っちゃうんですから。それだけ大事な、重要。だからね、星マークつけときました、これ。ちょっとボケてますか、これ。星マークつけとく。ちょっとわかんないですけどね。ちょっとメガネ取っちゃいましたから。メガネはめて確認すればよかったですね。モニターでね。まあよくわかんないですけど。いきますよ。警視庁の発表によれば、今年の非行少年のうち、非行少年って言ったらこれ昭和50年の非行少年少女ですよ、これ。あれですからこれ。流れゆく日々、石川達夫さんの7巻目ですから。昭和50年の話ですから。これ昭和50年って75年くらいか、74号、昭和。まあとにかくね、ちょっと計算苦手なんで申し訳ないですけど、警視庁の発表によれば、昭和50年の、今年の非行少年のうち、昭和50年の非行少年のうち、刑事犯で、検挙補導されたものは10万6千人にもなるという。で、そこですよ、ここからですよ、大事なこれはね、アルバイト売春などの女子学生は、さあ、今ね、そこから、昭和50年からね、40数年経っちゃったと思うんですよ。50年近いかもね、経っちゃってると思うんですけど、48年経ってるのか分かんないですけど、また計算、苦手なんでごめんなさい、誤差はあります。誤差なし、キムタクじゃないですよ。なんのこっちゃそれはってね、ボディーガードじゃねえや。なんだっけ違うな。テレビ朝日タクシードライバーのなんだっけ推理日誌もねテレビ朝日今ね現在は大久保公園のバカたちところがね聞いてくださいその50年にはなってないのかほぼ50年前と言っちゃってもいいでしょうねそれなのにいいですか昭和50年のアルバイト売春などのアルバイト売春女子学生は790人そのうち高校生がなんか霊々者バフみたいになっちゃってすいません顔でかくなっちゃった、でもしょうがないのそのうち高校生が564人中学生が225人とある今何歳になったの60超えた人たちですかねもうねおばちゃん昔の女子中高生おばちゃんおにゃんこクラブ以前おにゃんこクラブは私と同世代ですからで聞くところによると中学生高校生の売春で捕まった女たちは悪いことをしたという意識をまるで持っていない者がいて何のために自分が叱られているのか理解できないらしいという
自分にとっては魅力的な行為であり、しかも収入になる。で、かっこ何が悪いのさ、私の自由じゃないのさ、ないのはさじゃないですよ、ないのさと言っているそうであるっていう。これですから、これ今の立ちんぼ大久保公園売春の親とかばあちゃんの世代が、祖母のばあさんの世代がこれですから。だからもう日本がバカになっちゃうはずですよ、これ。50年前から女子中高生がバカがいっぱいできちゃってるんですから、これ。ね？これだから星、赤く赤ペンで星つけちゃうでしょ、これ。ね？うん。これですよ、これ。これをね、誰も言わなくなっちゃってる。言わなくなっちゃってるんですよ。だからもう日本があのスケベバカ国家になっちゃうに決まってんでしょ、これ。バカが。ってことですよ。これほんと非常に大事ですよ、これ。だからこれ、私わざわざ、あの、疲れてんのにこう、疲れてもないけど疲れてる。いや、疲れてますよ、これ。疲れてるんですよ、私は。うん。で、今日はあの、亡霊の話、亡霊殺人って話でしたからね。あの、タクシードライバーの。疲れてるんですよ。疲れてるって言ったって、いろんな疲れるがありますから。何言ってるか分かります？バーカって思ってるんですよ、私のこと。はい。だけど、で、そこで石川達夫さんは何て言ったかと、私が言ってるんですよ。石川達夫さんが言ってるんですよ。私は同感してるんですよ。同感。私は一部の進歩的文化人や、ウーマンリブ運動を叫ぶ女性諸君にも、このような人間崩壊現象について責任があると思う。人間崩壊現象ですよ、これ。自分たちは純理論でも何でも語るがいい。しかし彼らの立派な理論が社会に余波を伝えていった時、末端の中学生や高校生にどんな影響を与えているか。だからこのように女子中高生が最初からバカだったんじゃなくて、社会がバカだから被害を被ったのが、あの50年前の売春女子中高生ってことですよ。被害者だったんですよ、だから本当に。で、その孫も大久保公園に今夜も立つんでしょ。1万円か5000円か分かりませんけど。で、性病を移し合うんでしょ。で、言論人は言論の責任を持たなくてはなるまい。また週刊誌や映画産業の関係者、放送関係者にも責任がないとは言えない。人類の歴史始まって以来、人間が書くまでに猥褻であった時代はない。その影響が自立心の未熟な少年少女の上にどんな風に現れてくるか、警察庁の発表がそれを証明している。来年はもっとひどくなるだろうって書いてありますけど、来年どこじゃないですから。そこから50年近く経っちゃってますから、どんどんなってますから。だもん、少子化になりますよ、これ。スケベ女なんか、あのね、おもちゃ遺憾されちゃってるんですから、かわいそうに。そんなのに自分たちはそんでね、金と交換しちゃってね、体をね、かわいそうに。そんな人たちを量産しちゃったんですよ、日本って国は。かわいそうにね、うん。少年少女の性的な錯乱は、淫乱、文乱、文に意図って書いて読めないんですけど、私ごめんなさい。家庭の秩序を破壊し、教育秩序を破壊し、その次には法律秩序も破壊するだろうし、実際そうですよね。なんかこう、法律もますますどんどん狂ってますよね。その、家族法がね、ぶっ壊れてます。ばっかじゃねえのっていう、あの、法律になってますね。年々ね。ニュースで出ますよね。その、道徳と社会秩序も破壊するに至る。性秩序は社会全体の秩序の根源である。いいですか、これ。私が1000回言ったってわかんないでしょ、皆さん。皆さんつったってこう、これを聞いてる人は偉い人がいると思うんですけど、聞かない人の中、聞いてない人は聞かないんだからわからないんですけど、あの、流れてないですからしょうがないですけど、だけどいいですか、もう一回言いますよ。だから1000回言ったって日本人はわからないと思うんで、分かってる人は分かってるから、こう私のをこう、聞いてくれてるとは思うんですけど、性秩序は社会全体の秩序の根源である。このもう一回言いますよ。だから、性秩序は社会全体の秩序の根源である。これですよ。この点については人間の自由をある一定の範囲で厳しく制限しなくてはならない。先進文明国、
ことにフランスやアメリカが近頃性表現について極端に開放的法律制度を取っているらしいが、おそらくは極めて近い将来に巨大な悔いを残すことになるだろうと思うって。だ、日本人バカですから、フランスとかアメリカとかスウェーデンとか、ああいうなんかヨーロッパ系のね、欧米系のそっちの方がバカなことやってたらバカをかっこいいと思っちゃうんですよ。それで50年経っちゃいましたからね。言っても分かんないだろうけど、まあ、分かる人はこう期待してこう繰り返し私のことをこうウォッチ続けてくれてるでしょうけど、もうほとんどね 95% の日本人はもうスケベバカになっちゃったから分かんないと思います。フランス、アメリカ、スウェーデンのバカを真似してる 5,60 年でした。これまで、まあ、今後もでしょうけど、ですからね、そんな中でも強く生きていくしかないですよこれ。うん、こんなん救助隊としては、結婚したいのに結婚できずにね、孤独死になっちゃいますよ、うん、で自由経済で経済とか岸田文雄っていう人がわけわからず言いましたけど、所信表明演説でホームレスも助けない、なんかわけのわかんない心のない日本人の国になっちゃいましたから、何が経済ばっ 3K じゃんねん。